見て見て、向こうの海すごい色してる。このうち入る機会あるかな。みんな泳げる？どっちかっていうと得意な方かも。ほんと？なんか意外。運動苦手そうだって思ってた。どうだろう。座ろうか。うん。ここ特等席だな。写真撮っておこうって。スマホ撮られてるんだっけ？ミナも撮られた？私は来てすぐに。ああ、先にみちこさんに会ってたんだっけ。ミナってさ、訳ありなの？訳あり？なんか防御フィールドみたいなのが熱い気がしたから。あ、もしかして。昇進みたいなやつ？振られたとか？違う。じゃあなんだろう。ランはどうして？私は単に住み込みでバイトしたかったっていうだけだよ。まとまったお金が欲しくて。まとまったお金？そう、高校卒業したら一人暮らししたいから。そうなんだ。で、ミナの理由は言えないってことね。ごめんなさい。わかった。とりあえず今日のところはこれ以上追求しないでおこうかな。ありがとう。そうだ。今日の夜ご飯なんだろうね。ご飯？さっきパンケーキ食べたのにもうお腹空いたの？もしかしてミナって結構大食いなタイプ？そうでもないけど、完食はしちゃう方かも。それはわかる。太るってわかっててもポテトチップスとかついつい食べちゃうよね。
1ヶ月なんてあっという間なんだろうな。髪染めてるんだよね。そうだよ。ミナの学校にはこういう色の子いない？うちの学校厳しいから。厳しいんだ。まあでもそうだよね。厳しくても厳しくなくてもこの色は怒られるよね。だけどね、こんな色をしていられるのも高校生のうちだけだし、自分の好きな色にしたいよ。大学には行かないの？今のところは行くつもりでいるけど、大学生になってこの色はどうかな。似合っているから、私はそのままでいいと思う。ありがとう。でもその頃は別の色にしたくなってるかもしれないしね。私は自分の好きなように生きたい。何かに縛られながら生きるなんてうんざりだよ。明日からバイトが始まるけど、ランは不安じゃないの？まあ不安が全くないとは言わないけど、でもバイトはバイトだし、割り切って頑張るしかないでしょ。ミナはバイトするの初めて？それもあるし。大丈夫、すぐになれるよ。そんな簡単に言わないで。なんで？簡単だよ、言われた通りにやるだけなんだから。そうかな。それでも私は心配。でもそんなに心配してたら何もできないじゃん。さあ、めちゃくちゃネガティブだよね。そうね、外部生は優秀な子が多いって聞いていたけれど、もうちょっとちゃんとした子なのかなって思ってたら全然だもん。言葉遣いも下品だし、家も普通。ああいう子でも入学できるのだから、うちの学校もレベルが下がったのかもしれないわね。そうそう、それでいてテストの点はいいんだから、あの子要領だけはいいの。長子も最近あの子のこと気に入らないって言ってたよ。誰とでも仲良くできると思っているところもイライラするのよ。話していてもそうだし、見ているだけでもそれがわかるわ。すぐに友達面するよね。友達だったら何でも許されるって思ってる感じもする。別にこっちは友達になんてなったつもりないのに。そう、思い込みが激しいの。気を使ってるふりも心配してるふりも本当に余計なお世話って感じ。あの子の場合はありがた迷惑なのよ。ちょっとあなたたち言い過ぎだよ。ミナは優しいから心配してくれているんでしょ。京子、あの子の味方するんだ。そうじゃないけど。
い、大丈夫？ごめん。あっちの世界に行っちゃったのかと思った。ごめんなさい。いや、いいけど。私なんか地雷踏んだ？そうじゃないの。私が悪いの。本当にごめんなさい。そんなに何度も謝らなくていいよ。まだ時間あるし、もうちょっと歩こうか。あっち行ってみようよ。